バイバイ3月、脇あずみです。あ、ほんとだほんとだ。でもまだまだマスクの季節です。そうですね。はい、鈴木えりです。鈴木えりです。もういつも名乗るの誰ですか誰ですか。私は鈴木えりです。あなたは鈴木えりさんです。はい、そんなお腹を空かせている鈴木えりさん今回は新コーナー〇〇は R かをお送りしますよ。おー、いっぱい食べてください。やったー。では行きます。はい、せーの、あぜり R。 今回お送りする〇〇は R かは、リスナーさんから送ってきてくれた案件に対して、果たしてそれは R かなのか、実際に試して判定するコーナーです。イエーイ。ではメールをご紹介いたします。はい、JB さんからいただきました。うーん、ご飯にジャムは R か。パンの相棒といえばジャム。ではジャムの相棒をご飯に変えたらどうなるのか。いちごジャム、ブルーベリージャム、マーマレードなど、できれば何種類か食べ比べて一番ご飯に合うジャムを決めていただきたいです、といただきました。ダメだよ。はい、ということで今回のお題は JB さんからいただいた、ご飯にジャムは R かです。ダメだよ。おー、ということで、まずは私たちで今回のお題は R なのか議論したいと思います。ダメですか。いやだって、ご飯味やないじゃないですか。そんなに主張しないじゃないですか。そうですね。でももうしょっぱいのが定番じゃないですか、ご飯には。甘いのだってあるんじゃないですか。あるかな。だってご飯に砂糖とかってかけなくでも、そもそもご飯自体が結構甘くないですか。そう、そうだね。ご飯の甘み、そうだな。そう考えると、あとほら、お餅になるじゃないですか、ご飯って。あ、お餅にジャムとか考えたら結構美味しそうじゃないですか。美味しそう、美味しそう。でもなんだろう、なんか好きになれないなんかダメ。なんかダメ。なんかダメかも。前もジャムやりましたよね、なんかで。やったね、やったね。うん、ジャムがそんなですか。いや、ジャムは大好き。いや、ご飯とか。いや、私はR なんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。うん、期待しましょうか。じゃあ、だってね、甘いのと甘いの、甘々で、うん、ご飯感覚じゃなく、あ、フルデザート、デザートと考えれば、うん、おやつ的な感じで考えればいけなくはないんじゃないかなと思いますけどね。わかりました。はい、じゃあ、はい、議論した上での回答は、このお題はせーの、 R ではない。結構分かれるね、いつもちゃんと分かれますね。うん、分かれるんだよ。じゃあ実際に試してみたいと思います。はい、では実食。ポンポン。よし、よし。あー、コシヒカリのご飯だ。美味しいやつ。美味しそう。今回は、いちごジャムとブルーベリージャムを用意していただきました。いい匂い。いい匂い。おかず欲しい。ね、もうふりかけでいいから欲しいな。あー、間違いない。ふりかけがいいな。ごめんさん、でもいつも思うんだけどさ、はい、この電子レンジの温める数字がさ、うん、すごいいつも多めに書いてない？これに沿って温めるとめちゃくちゃ温めすぎな感じになるんだけど。全然ね、マイナス30秒しても私はいつも。マイナス30秒してるんですか？うん、いい感じ。そのあったかさじゃなくて硬さとかなんじゃないですか。あ、ちゃんと2分やれば、いい感じの食べ感。あー、食感。食感食べ感って何面白すぎる。うん、お米美味しい。あ、お米は間違いない。お米だけでいいよ。ちょっと2種類あるけど、じゃあそれぞれ選ぼう。私いちご。あー、取られた。いや、ブルーベリーはあーだ、そうなんだよな。だってさ、ブルーベリーってなんかおしゃれじゃん。主張強いんですよね、ブルーベリーって。そうなのよ。分かった、じゃあブルーベリーで。ちゃんと身も、身もいくわ。そう、身がね、ブルーベリーはゴロッとしてるからね。
じゃあ私は、美味しそうというのならじゃあどうぞ。いちごをたっぷりつけて。見た目はさ、なんか梅のペーストみたいな感じで。あー、私は梅あんま好きじゃないからちょっとあれなんかマイナスポイントだな。マイナスポイント。じゃあいただきます。結構乗せてる。どうだ。どっちだ。ああ、ジャムが強すぎて、うん、ご飯がゼロって感じ。強すぎ。口の中に米粒は残るけど、うん、もうジャム食べてるだけ。マジ？米の甘みは感じず？感じず。合う合わない以前に。うん。もうジャム。ジャム。ジャムですよ、絶対それ。ちょっと主張なくして。ちょっと少なめにじゃあいくわ。いただきます。美味しいジャム。どうです、ブルーベリーの方は。ちゃんとご飯と仲良くしてるかな。悩んでる。どっちだろう。意味がわからない。意味がわからない。意味がわからない。それ味が合わないってことですか。合わせる。なんで合わせたかな。もうジャムですよね。ジャムだね。そうなの。ただのジャムなのこれ。なんかやっぱ小麦粉に合わせたいかな。そう、ご飯のね、食感があるだけでジャムなんだよな。そうなんだよな。ブルーベリー行くか。行ってみて。ブルーベリー味濃そうだから、もうご飯飲みにしよう。なんか爽やかな感じはあるけどな、ブルーベリーは。結構。すごい顔した今。どうだ。あ、いちごの方が全然美味しい。いちごやってください。本当？うん、じゃあいちごいくわ。ちょっとでいいんだよね。うん、ちょっとにもうちょっとの方がいいかもしれない。で、こんぐらい。あ、どうぞどうぞ。いきます。うん、いちごは本当にもういちごって感じ。あ、甘。あ、いちご甘。うん、あー、甘い。あ、まだいちごの方がこうデザートとしては受け入れられるかな。そうですね、うん、おやつとしては。なるほど。まあでもどっちもジャムの力が強すぎて、うん、確かに。わざわざご飯と食べなくていい。いやー、確かに。そうなっちゃうな。でもなんかジャムをこう水と溶かして、うんうん、はい、ご飯と炊いてみるみたいな。もう炊き込みジャムってこと？そういうこと？なんかジャムが炊かれてるみたいな。そうだね、でも炊き込みジャムご飯みたいな。炊き込みジャムご飯か。もう染み込ませるってことですよね。染み込ませて甘くして、うん、ぐらいだったらなんかいけるかもしれない。うん、まあそれこそ本当お餅みたいな感じの感覚ですよね。潰して餅にしちゃえ、ね、あーぐらい。じゃあちょっとね、なるほどな。2ついただきましたので、うん、判定してみたいと思います。はい、このお題はせーの、 R ではない。一致しました。はい、もうジャムだけ食べた方がいいです。やっぱパンですね。うん、やっぱパン。うん、やっぱパン。ジャムには絶対パン。そう、ジャムはジャムで食べよう。うん、まあ、でもブルーベリーとイチゴどっちかって言えばイチゴの方が私は美味しかったです。うん、私もイチゴの方が合いました。うん、でも食べるならパン。そうね。はい、ということで残念でした。ご飯にジャムはあるかは R ではないでした。イエーイ。はーい、番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスはあずえり @secondshot.jp、あずえり @secondshot.jp、
つおた含めてどしどし送ってください、はい、各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますのでぜひチェックしてみてください。はい、そして今週分のアゼリアール、うえーだとなんて言った、今週分のアゼリアールは水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開、さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやアゼリアール特別編が聞き放題見放題、皆様会員登録をよろしくお願いします。セカンドショット通販でアゼリアールの各グッズが販売中、さらにセカンドショットカタログ2021の販売も実施中です。はい、番組支援の意味も含めて皆様ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ではでは今回はここまで、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。